サンフランシスコ国際空港はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ市から南に約2 1トルに位置する国際空港である。アメリカ西海岸における主要空港の一つでユナイテッド航空とバージンアメリカのハブ空港である。西海岸の玄関口の一つとしてアメリカ国内のみならずアジアやヨーロッパ、南アメリカやオセアニアへの路線が就航している。 サンフランシスコ国際空港は、ベイエリア最大の空港であり、また、カリフォルニア州において、ロサンゼルス国際空港に次いで2番目に混雑している空港である。2013年時点での旅客数はアメリカで7位、世界で22位となっている。また、オークランド国際空港やサンノゼ国際空港と、共にサンフランシスコベイエリアの主要路線の空の玄関口として機能している。 ターミナル配置図夜のターミナルターミナル1.23国際線ターミナルの4つに分かれており7つのボーディングエリアがあるそれぞれのターミナルは環状に配置されていてターミナル間の移動は徒歩で可能なほかターミナル間を結ぶエアトレインが24時間運行し2019年8月20日よりターミナルビル内で使い捨てペットボトル入り飲料水の販売を禁止した ゴミの最終処分場の残容量が逼迫していることから取られた措置。旧サウスターミナルとして知られるターミナル1は、ボーディングエリア B&C から成り立っている。ボーディングエリア A は2007年に取り壊された。当初のターミナルは総工費1400万ドルを、費やして1963年に開業し、ロトンナ A は1974年に開業した。 ターミナルの改修工事は総工費1億5000万ドルを費やし1988年に完了した。ボーディングエリア B、編集ボーディングエリア C、編集旧セントラルターミナルとして知られるターミナルには1954年に開業した。現在の国際線ターミナルがオープンする前の国際線ターミナルとして知られている。 このターミナルは2008年にから38300万ドルかけて改修工事が行われ、2011年4月14日にオープンした。ボーディングエリア D のみを有する。現在ゲートは14あり、アメリカン航空とアラスカ航空が使用している。管制塔はターミナル2の上層階に位置している。出発、到着エリアはターミナル1と、 ターミナル3を結ぶ通路としても機能している。旧ノースターミナルとして知られるターミナル3は、1981年開業のボーディングエリア E と1979年開業のボーディングエリア F を有する。ターミナル3は、ターミナル2の改修工事が終了するまで、アメリカン航空とユナイテッド航空が使用していたが、ターミナル2のオープンに伴い、アメリカン航空が、 ターミナル2に移ったため、現在では、ユナイテッド航空によって占められている。元アメリカン航空が使用していた、ボーリングエリア E は改修工事が終了し、ユナイテッド航空が使用している。ボーリングエリア F、編集ユナイテッド航空の国内線は、ターミナル3を使用し、国際線は国際線ターミナルを使用する。一部の国内線は、ターミナル1を使用する。 2000年12月にオープンしたこのターミナルは北米の中で最大の国際線ターミナルであり耐震基礎絶縁体で建設された世界の中で最も大きな構造物であるこのターミナルの完成前はターミナル2が国際線ターミナルであったボーディングエリアは上層部に店舗とレストラン下層部に出発ロビーを配置した2層構造である興味を引くのが国際線ターミナルには 付き物のファストフードチェーン店がないことである。その代わり、レストランは彼らが確立したファストフードバージョンを披露したベイエリアの中でリーダー的なレストランである。また、国際線ターミナルのボーディングエリア G 側の駐車場からはバートの駅に繋がっている。ボーディングエリア A ボーディングエリア G2003 年6月22日にバートが SFO 駅及び ミルブレー駅まで延伸されたため、サンフランシスコ市の中心部まで鉄道で行けるようになった。また、ミルブレー駅ではカルトレインに接続しており、サンノゼギルロイ方面へも行くことが可能となった。ただし、SFO 駅ミルブレー駅間は、バートの利用が必要である。バートの SFO 駅ミルブレー駅間の直通運転は、平日夕方以降、週末及び祝日のみであり、 平日の日中はサンブルーの駅での乗り換えが必要となる。サムトランスが以下の5路線を運行している。国道101号線に隣接しているほか、付近にある週間高速道380号線とのジャンクションから週間高速道280号線に接続されている。空港の敷地内に短期用の駐車場があるほか、敷地外には長期用の駐車場がある。 また、各バート駅の駐車場は事前にオンラインで許可証を購入することで、長期用の駐車場として利用できる。クロースパラレル方式で日本二組、計四本の滑走路が配置されているが、この近接した滑走路での同時着陸が行われている世界でも、珍しい空港である。その理由はこの空港が一日線を超える、航空機の往来があるためで、 同時着陸を行う際は、接近を告げる機内アナウンスが放送されることがある。並行する2本の滑走路が近接しているため、名物の霧がかかるなど気象条件が悪化すると、片方の滑走路が閉鎖され到着遅れの原因となっている。詳細は、日本航空サンフランシスコ湾着水事故。参照詳細は、パンアメリカン航空845便、離陸衝突事故。 参照詳細は、アシアナ航空214便着陸失敗事項、参照。ありがとうございます。